利用客が大きく減っている日本航空では、羽田空港の第一ターミナルのチェックイン機能について。今日から北ウイングを閉鎖し、南ウイングに業務を集約します。今日から日本航空では、第一ターミナルの北ウイングのカウンターなどをすべて閉鎖しています。日本航空は通常北ウイングで行っている。北海道や東北、北陸方面などへ飛ぶ便のチェックイン業務や保安検査を。 今日から南ウイングに集約します。新型コロナウイルスの影響で需要が大幅に落ち込んでいるためで国内線の4月の予約なども含む旅客数は前の年と比べ8割減っています。